大家好，我是罗明，回来皇家骑士团，那么我们就开始吧。OK， 那么我们对，我们接下来要来攻克这一个克利塔尼城。可是为什么呢？对，为什么呢？有上一集有特那个剧情有讲到啦，对，那川姐姐老姐也非常反对啦，不过咱们就一样往前吧。对啊，东西都整理完了。好，演习的部分也不演习了，我们军团等级没有那个提升也就算了。一样，那就出发吧。お前はゴリアテのデニムか。こんなところで出会うとは驚きだ。賞金稼ぎに追い立てられて、この島から逃げ出していると思っていたのだがな。バイスには悪いが。この私が引導を渡してやろう。さあ、かかってくるがいい。
おお、いてー。被激活，被激活！刚刚那土蜘蛛树太痛了。
なかなか手ごわい。だが、お前たちだけで何ができるというのだ。虐殺の汚名を着せられ、我が軍とガルガスタン軍の両方から追われるその身で何をするというのだ。僕にはよくわからない。何ができるかなんて。ただ、この戦いを止めたいだけだ。なんだと？これは少子。ではなぜ剣を手に取り戦いに身を投じるのだ。その身の安全を願い逃げればよかろう。わざわざその身を晒して我らに挑むとは。我々はこの国の平和を願い命を賭して戦っている。お前はその理想を捨て逃げ出した軟弱者だ。僕を笑いたければ笑うがいい。だが僕は逃げているんじゃない。この戦争は所詮私利私欲に基づく覇権争い。たとえどちらが勝っても争いの火種は残る。あなたが真の平和を願っているならば公爵の元から離れるべきだ。公爵が求める平和など偽物、ただのまやかし。血落ちであがなう戦い方では火種はなくならない。今は良くても、あなたの子供、その子供の子供、争いは何度も起きてしまう。なぜそれがわからない。殿下を愚弄するなど不尊も不尊。口先でこの私の剣を止められるものか。干、是你先靠背的、是你先想要打嘴炮的。あなたは逃げている。あなたこそ逃げている。あなたの言葉では足りない。僕らは納得しない。
たとえこの場で僕が死んだとしても、僕の言葉が正しかったことをあなたは必ず知ることになる。
手にかかって死ぬ羽目になるとは、無念だ。蛮硬的，老实说，不过还行啊。往这边走，为什么？不过在这之前，上一集有跟大家说过要来看一下新闻，对，我们就每一个都看。可是先跟大家讲，我就不那个了，对，我就不一赘述，大家就是看就好，好，有兴趣就暂停看一下。聞いたわ。ガルガスタン国内でまた粛清が行われたと。反体制派として武装蜂起した者だけでなく、
それを支持する貴族らも処刑されたそうです。ガルガスタンが内部分裂しているのとは逆に、解放軍への志願者は増え続けている。そう、すべて公爵の思惑通りなのね。これほど早く状況が変わるなんて。もしこのまま解放軍がコリタニ城を落とし戦争が終わるなら。二人ともしっかりしなさい。早い遅いの問題ではないわ。物事はすべて正しい道を歩んでこそ成し遂げる意味があるのよ。正しい道。決闘という意味で私はウォルスタ人ではないかもしれないけれど、心からウォルスタを愛している。皆を守り助けたい、その思いが最も必要ではないかしら。だから私は公爵のやり方を許せない。戦で死ぬのは兵だけでいい。いいえ、兵だけでなくてはいけない。ラビニさん、ウォルスターを救ってちょうだい。皆に正しい道を示して。ラビニさん、しっかりして。ラビニさん。美しく平和な国を頼んだわよ。でも很多精彩细节啊，真的很多精彩细节啊。还有这个也是没有看过的。皆の者、見よ、朝が来たぞ。我らの勝利を祝う朝だ。長く続く闇夜がついに明けたのだ。昨日までの悪夢圧政暗黒時代はようやく終わりを告げる。この男の死によってだ。我らウォルスタの積年の恨み思い知るがいい。私の息子を殺したガルガスタンの悪魔を殺せ。我々の名誉を傷つけたオーガの末裔よ、地獄へ落ちろ。聞こえたかバルバトス、貴様は同胞からも嫌われているようだな。はあ。皆の者、静まるがよい。皆の気持ちはよくわかった。我がウォルスタの同胞よ、我らの苦しみはすべてこの男によって引き起こされた災いであった。友であるガルガスタンの民よ、我々はすべての恨みをこの男の血であがない水に流すとしよう。
すべての争いは今日で終わりだ。ウォルスタとガルガスタンは同じ国の民になったのだ。何時、大いなる父フィラーハの子よ、最後に言い残すことはあるか。すべての戦いは終わっただと。ふっ、愚かなやつめ。争いを始めたのは私ではない。貴様ら民どもが私に争いを始めさせたのだ。黙れ。この国に及んで自分の罪を民のせいにするか。哀れだぞロンウェイ。貴様も私と同じだ。ぐうたらで不満ばかりを口にし、自分では手を汚さない。それが民衆というもの。ロンウェイ、貴様は民を手中に収めたと思っていよう。しかしそれは見当違いだ。手のひらで踊っているのはこいつらではない、私と貴様だ。この私の姿は貴様の未来の姿なのだ。もうよい、やれ。今戦いに飽きた奴らがこの私を殺そうとする。貴様を殺す時の理由は何であろうな。接下来的应该都看过了吧，这个死者看过了，对啊，然后这个也看过，对，如果有什么特别的话，我会在下一集，就是每一集的下一集，然后再演示给大家。对，那么我们今天这一集就到这啦，谢谢大家观看。那喜欢我的面包按赞加订阅，有什么想看的游戏在下方留言告诉我，我就去玩。那我们就下期见喽，大家啵啵。